にちは、ナオトです。ということで、今回はグラブの中よりお送りしてます。グラブの中っていうとちょっとちげえな。グラブで呼んだ車の中でございます。ということでね、タイの、ちょっとまあ動画だと見づらいか。あ、見えた見えた。トラフィックっていう、まあ、渋滞の凄さが。ほんとね、1キロが10分15分かかるみたいな、もう結構ひどい渋滞で、今日はねドンムアン空港からまあ来たんですけど、まあその時に乗っけてくれた、まあなんだろう、フレンドリーなお兄ちゃんが結構いろいろ、まあバンコクだしねみたいな話をして笑ってたんですけど、僕もこういうね、なんかそのバンコクの激ゴミみたいのがパタヤにはないんで、そういう点も結構パタヤの住みやすいとこじゃないかなと思いながら、ちなみになんで動画撮ったかっていうと、僕グラブで大体乗るのってSUV か、あとはプレミアっていう、プレミアかな、ラグジュアリーかな、どっちか、ラックスみたいな、なんかちょっといいやつみたいなのがあるんですよ。普通だったらタクシーとかなんですけど、いかんせんなんて言うんだろうな、まあそう、ちょっと高い、まあ約倍ぐらいなんです。同じとこ行くのに約倍ぐらい、まあドンマンから今日のホテルまで来るのに、まあ約日本円で1000円ぐらいかな、普通のタクシー乗れば、タクシーっていうのかな、なんだけど、まあ SUV っていうちょっと高いやつにすると、まあその倍の2000円ぐらい、まあ、もったいない、移動だしもったいないっていう人もいると思うんですけど、まあ、新幹線でグリーン車乗るようなもんで、まあ、僕その SUV の中で靴を脱いでサンダルに履き替え、荷物を整理しみたいな、40分ぐらいあるんで、ちょうどホテルまであって、で荷造りしてホテル着いて荷物預けようかなと思って、キャナイチェックインって言ったら、あ、もう大丈夫だよみたいなのでチェックインさせてもらったんで、あれなんですけど、まあ、そういうふうに何て言うんだろうな、移動時間も活用するために、何だろう、一緒一緒、意図的に、はい、使っております。だって進まないっていう、東京比じゃないからね、全然東京とか福岡とか、なんか日本の渋滞もひどいけど、バンコクの渋滞はマジやばい、本当にやばい、時間的にもそうだけど、まあちょっと動いてるね、まだマシだけど、っていうのがサイアムとかナナっていう、なんて言うんだろう、繁華街とか、あとはその銀座みたいなショッピングモール街とか、ショッピングモールって言うとあれだけど、ショッピング街とか行くともっと混んでるんで、あれなんですけどねって言いながら、でこれから僕はどこに向かってるかと言いますと、このパワーストーンゲットしたお店に向かっております。ちなみにパワーストーンのメンテしてくれる人に言われたのが、日本、僕がこれ2万円ぐらいで買ったんですよ、約2万円もしないから、こっちじゃないか、あ、その話だったな、ごめんね、ちょっと待って、こっちじゃないな、もう1個あるんですよ、本命はっていうとあれか、本命はっていうとあれだね、んどこ行く、まあいいか。ちなみに僕タイすげえ嫌いな国だったんですけど、なんでかって言ったら、タクシーの乗車拒否されたりとか、なんて言うんだろうな、どうした、あ、言った、あ、オッケーオッケー、タクシー苦手、タクシーの乗車拒否とかあって、あとはそのボラれたりとかもあるし、交渉しなきゃいけないしみたいな、結構めんどくさい国だなと思ったら、まあそのグラブっていう、まあ、皆さんが分かりやすく言えば Uber みたいなのが出まして、それを使うことによってストレスがめちゃめちゃなくなったんですよ。だからその行きたい場所も Google マップとかで検索して、コピペして、グラブでペッて検索するとそこまで行ってくれるし、あとはそのなんて言うんだろうな、タクシーよりも僕はそのちょっといいやつに乗るっていうのが、まあ、快適、まあ時間で言うと本当10分15分とか乗るんで、その間に例えば、まあ、携帯カチカチしてインスタの投稿書いたりとか、まあ、こういう風に動画撮ってみたりとかっていう、まあ、何かしらの作業の時間もできるし、あとやっぱいい車なんで、そのなんだろうな、プロ意識が違うというか、日本のイメージで言ったらハイヤーに乗ってるって感じですかね。そのハイヤーに乗ってるコスパの良さがやっぱあるかな、うん、
だってほら、まあ、これカムリっていう車なんですけど、なんだろう、すごく綺麗、そうそうそう、すげえ綺麗なんですよ。これがね、あのケチって半値ぐらいのにすると、まあまあ汚いのとかぼっこいのが来たりとかするんで、まあね、プレミアとかラグジュアリーに捕まんなかったりとかすると、まあ仕方ないなって思って乗るんですけど、そうじゃない限りはなるべく乗るようにしてます。で、大体そのこういういい車乗ってる人ってすごくなんか対応もいい、もう要はまあこれ多分これ本業なんでしょうね。さっきの SUV の人もそうだけど、ただ僕はこういう風に動画撮ってたりとかしても何も言われないし、っていうかあの運転手の人もなんかね、見舞い見舞いみたいな感じであの喋ってる人とかもいるんで、あのなんで運転しながら喋ってるこの人みたいな、なんでね、タイのいいとこそこかな。日本でもちろんきっちりきっちりしてるじゃないですか。だからタクシーの中でこんな動画とか撮ってたらお前ふざけんなって思うと思うんですけど、そもそもタイの人たちがやってるから僕も抵抗があまりないというか、っていうところもなんかやっぱいいとこなんじゃないかなと思いますです。で、あの僕がそうそう2万円ぐらいで買った、まあ、これも1万8000円ぐらいかな、なんですけど、まあ本命の本ちゃんの子はこれで、はい、2万円の子でございます。ちなみに僕のパワーストーンのメンテ行った時にその友達に見せたら、日本で買ったら多分10万から15万ぐらいしますよって言われて、あマジかと思って、でこの子と、もう今見せた子、そのこの子と、あとはそのこの子を買ったお店にモータンインクオーツっていうのがあって、まあ結構えぐい値段するんですよ。つっても4万8000円ぐらいか、約5万円ぐらいするんですけど、あの多分ね2万円のが10万円ぐらいだから日本で、ってことは5万円だから多分まあ、約5倍ぐらいとして25万ぐらいするのかな、下手したら、まあ、20万ぐらいはするんじゃないかなって僕もパッと見の、まあ、大きさで言うとこれなんですけどぐらいなんですけど、水晶の中に水が入ってるっていうすごいなんか希少石がありまして、そのなんて言うんだろう、その石ができた時に一緒に中に入っちゃってるみたいな、なんかちょっと説明しづらいんですけど、まああの気が向いたら動画撮りますんで、よかったら見てくださいということで、まああの僕はパワーストーンを仕入れに、はい、あの仕入れにというか、まあ仕入れにね、あのバンコクへ来ておりますです。それこそね、本当飛行機乗って日本から来ても全然割がいいというか、日本だとなかなか手に入らないようなものが置いてある店なんで、そういう点で言うとね、やっぱ世界の石が集まる場所っていうのも言われてますし、まあまあタイは僕パタヤが拠点なので、今のところあの拠点に向かいがてらちょっとバンコク寄っていい石があったら買ってみたいなことをやっておりますということで、まあね、あのぜひねタイとかグラブのエリアにいらっしゃる方がいたら、あの普通のタクシーみたいなやつも全然悪くないんですよ。安いやつも全然悪くはないんですけど、ちょっと高いの乗ってみると、あのあなんかその心のゆとりというか余裕感というか、はい、あの日本で僕なかなかハイヤーとか乗らないじゃないですか。なんでそのサービスの基準値とかはね、やっぱ日本いいと思うんですけど、それを超えてくるのが僕はまあグラブのこのなんかいいやつに乗るっていうものかなと思います。はい、本当になんか運転手さんっていうんですかね、みたいになんかすごくホスピタリティの高いサービスを受けられるんで、まあ普通のね別にタクシーが悪いとは思わないですけど、なんて言うんだろうな、なんか本当倍の値段かかっても全然 OK みたいな。多分新幹線とかでグリーン車乗ったりとか、あの飛行機でビジネスクラス乗ったりとかっていう感覚に近いんで、まあね新幹線でグリーン車はそこまで値段張らないんでいいですけど、飛行機のビジネスクラスとかまあまあ値段変わるじゃないですか。ファーストとかになっちゃったらね、もう意味がわからんみたいな感じになるんで、あの僕もロス行った時ファーストクラス乗りましたけど、普通にマイルじゃなければ120万ぐらいするのかな、往復でとかするんで、そう考えるとなんかそれを味わうよりはもっとなんか身近で良いものを味わえる、要はまあ良いものに触れることによってね、やっぱり自分もそのこういう風に、僕もなんかまさか動画で撮ると思ってなかったんで、まあまあそういう風になんかその新たな自分に気づけたりとか、まあ優雅な時間を過ごせると思いますんで、ぜひねタイに観光に来る際は乗っていただければと。エリアによってね、パタヤとかって全然ラグジュアリーみたいな、ラックスって書いてあるんですか、まあ、なかったりとかするんですけど、まあ SUV とか乗ると、あのなんて言うんだろう、まあ
空間も広いし、ゆったりした気持ちで観光もできたりとかするんで、ぜひ参考にしてみてください。じゃあねー。